アイテム番号。SCP-3000-EX。オブジェクトクラス。イクスプレインド。特別収容プロトコル。1987年4月10日をもって、収容はもはや必要とされなくなりました。かつて SCP-3000-1 から4に指定されていた物品は、関連資料と合わせて民間当局へ返還されます。説明。SCP-3000-EX は、当初は精神影響型の特性を持つと仮定されていた、4台の病院用ベッドとその他の物品群の総称です。SCP-3000-EX-POI-3001-SCP-3000-EX と共に回収されたその他の材質に対する包括的な実験の結果、これらは異次要性を持たないと確認されました。SCP-3000-EX 指定物品の完全なリストは以下の通りです。医療用ベッド、1975年以前に製造されたもの、×4。ベッドには改造が施され、サイズや形状の様々な短い金属パイプが取り付けられていました。パイプは金属クランプでベッドのサイドレールに取り付けられているか、その場に不正確に溶接されています。イケアブランドの指向性フロアランプ ×7、うち2つは電球なし。延長コードとテーブルタップが付随。睡眠薬の瓶 ×12、手錠 ×9。この他に庭か塚松盾の手枷とおぼしきものも数個発見されている。手錠のうちいくつかは、医療ベッドの金属パイプに接続されていました。ステーキナイフ ×6、ナイフ研ぎ機 ×1、複数の赤身肉が入った箱型冷凍庫 ×1、肉は後日になって牛肉と判明しました。内臓を摘出された人間の死体 ×3、すべて10代男性。これらの死体は後日、テキサス州の記録において行方不明者として記録されているガイン、スタウブ、ミシェル、クラーク、ジェローム、サイモンと特定されました。SCP-3000-EX は1987年4月4日、タラント郡警察の通信傍受においてトリガーフレーズの使用率上昇が検出されたことを機に発見されました。問題のキーフレーズには、殺人、儀式、子供、肉、舌を這わせるような話し方、カルト的、などが含まれていました。サイト、73のエージェントが犯行現場、テキサス州アーリントン郊外にあるカール、フレイザー、POI-3001 と指定、の自宅へ派遣されました。この時、POI-3001 はすでに軍警察官によって逮捕されていました。すべての SCP-3000-EX 指定物品は家の地下で発見されました。死体は手首、足首を手錠または手枷によって病院用ベッドに繋ぎられており、発見の5日3ヶ月前に死亡していました。3体すべての死体は痩せ衰えており、少なくとも4週間にわたる栄養不良と飢餓の兆候を示していました。胴体は人間と動物の血を混ぜ合わせたもので汚れており、死因は現場で発見されたステーキナイフによるものと思われる深刻な内出血、臓器損傷、内臓摘出と断定されました。死体はいずれも右手にステーキナイフを握った状態で発見されました。さらなる調査は、生石灰で満たされ、少なくとも10人分の身元不明者の身体部位を封入した穴がガレージの下部に掘られていることを明らかにしました。動物の血液の使用と、見たところ自傷と思われる傷跡を根拠に、財団エージェントらは医療用ベッドまたはその他の SCP-3000-EX 要素が強制力を働かせる可能性を疑いました。すべての物品は実験のために財団の下へ回収され、POI-3001 は財団の交流下に置かれ、地元警察には必要に応じて記憶処理が施されました。データを再保護、ホイ1。インタビュー SCP-3000-EX-A。回答者、POI-3001。質問者、エージェントカーティス。日付、1987年4月5日。インタビューにおいて関連する部分の抜粋は以下の通りである。完全版のインタビューログ、275分、は文書 3000-EX-84 で閲覧可能。インタビューの最後の件において、POI-3001 には嘘発見器が取り付けられていた。エージェントカーティス、名前と住所を述べてください。POI-3001、カール、ウィリアム、フレイザー、アメリカ合衆国テキサス州アーリントン、オールド、グロー、ドライブ17番地。元は俺のババ様の家だった。エージェントカーティス。なぜ自分がここにいるかはわかりますか、カール？POI-3001。
ああ、警官がうちに来て、地下室に入ってって、あの子らが死んで横たわってんのを見つけたからここにいるんだろ。エージェントカーティス、あなたはあの子供たちを殺したのですか、カール？ POI-3001、そうだ、殺した、というより、少なくとも手助けをしなきゃならなかった。エージェントカーティス、誰を手助けしたのですか、カール？ POI-3001、あいつらさ、男の子たちが自分でやったんだ。俺は助けなきゃならなかった。エージェントカーティス、あの子供たちにどういう成り行きであったのか教えてください。POI-3001、ほとんどの子たちはフォートワースのバス停であったんだ。で。エージェントカーティス、医療ベッドをどこで手に入れたのですか？ POI-3001、買った。一つはババ様が持ってたんだが、あの人が死んだ後、横になった時のマットレスの感覚が個人的に気に入った。それでいくつか他にも買ったんだ。全部同じ型なのに感覚は同じじゃなかった。エージェントカーティス、どこで購入しましたか？ POI-3001、フォートワースにあるジャクソン古物店って店だ。中古品を扱ってる。エージェントカーティス、購入後にベッドに手を加えましたか？POI-3001、あの子たちの手が届くように金属のパイプをいくつかつけた。パイプなしでやってみたけどダメなんだ。手錠が短すぎた。それで背中の方に物を詰めてやると身体を起こした姿勢になるから、前にかがむことができるようになった。エージェントカーティス、ベッドにそれ以外の何かをしましたか、カール？ POI-3001、いや。エージェントカーティス、あなたは魔法マジックというものを信じますか？ POI-3001、ああ、ジークフリードアンドロイみたいなやつだろ。エージェントカーティス、手品ではなく、本物の魔法はどうです、カール？ POI-3001、本物の魔法なんてあるわけねえだろ。そんなのはただの物語か幻想さ、実在しない。エージェントカーティス、あなたにはその幻想的な行為が可能ですか、カール？POI-3001、いや。エージェントカーティス、ベッドに対して幻想の力を施したのですか？ POI-3001、いや、どういう意味だ？エージェントカーティス、あのベッドは男の子たちに自分を傷つけるように強制することが可能ですか？ベッドは少年たちの心に語りかけることができますか？ POI-3001、何を言ってんだかわからねえな。俺をペテンにかけようってのか、俺はな、人からペテンにかけられるのが嫌いなんだよ。エージェントカーティス、オーケー、カール、あなたを引っ掛ける気はありません。ただ質問がしたかっただけです。水、飲みますか？ POI-3001、ペテンにかけられるのは嫌いだ。エージェントカーティス、あなたは動物の血を子供たちにつけましたか、カール？POI-3001、あら肉から滴ったものだ。冷凍庫のな。エージェントカーティス、血液を特定のパターンに広げましたか？ POI-3001、いや、あれはただ普通に汚れただけで、パターンじゃない。エージェントカーティス、動物の血が付着したのは事故に過ぎなかったということですか？ POI-3001、そうだ、事故だ。どうしてこんな質？エージェントカーティス、しかし少年たちを殺したのは事故ではない、そうですね、カール？ POI-3001、そう、そうだあれは事故じゃない、でもな。エージェントカーティス、なぜ殺したのですか、カール？ POI-3001、殺してねえ、言ったろう、俺は殺したわけじゃない、手助けをしただけだ。エージェントカーティス、オーケー、それでは。POI-3001、他の連中、最初の子に関しちゃ殺したさ。でもあの時の俺は頭が回ってなくてビールでいい気分で、帰るのを引き留めようとして首を掴んだだけなんだ。そんで目が覚めたらあの子は死んでた。そうしようと思ってやったわけじゃない。でもすごく可愛らしい子だったからどこにも行って欲しくなくて俺の家に留めてた。でも死んだらあの子は腐り始めて俺はそれを片付けなくちゃならなくなってそれで。エージェントカーティス、その後はどういうことなのですか？例えばガイン、スタウブは？
POI-3001。カインか。ああ、覚えてる。たくましい顔つきで目がキラキラしてたよ。でもあの子は弱りすぎた。エージェントカーティス。弱った、というのはどういう意味です？ POI-3001。最初の子たちの後、手錠を手に入れて地下室を整えてから、俺はあの子たちに食事をさせようとした。でもあの子らは食べようとしてくれなかった。あの子たちは美しい。でも食べ物はあの子たちの美しさをどんどん損ねていって、終わりには皆死んだ。それでもう一つ方法があるって俺は気づいたんだ。あの子たちの美しさを保つ唯一の道は、あの子たちに自分自身の肉を食べさせることなんだって。エージェントカーティス。彼ら自身の肉を食べさせるとどうなるというのです？ POI-3001。そうだ、わかるだろう。まるで美しいループみたいに美が回って回って絶対に色褪せなくてあの子たちはいつまでもとどまってくれる。でも俺はそれをあの子らに理解させてやれなかった。俺がナイフを渡して言い聞かせても、そうしようとしないんだ。だからガインの時は俺にも一つ考えがあった。エージェントカーティス。どういう考えです、カール？ POI-3001。あの子が目を覚ましてベッドの上にいることに気づいて叫び始めた後のことだ。俺はあの子に自分の肉を食べなきゃダメだと言ったが断られたんで。だったら他の飯はやらんと言ってそれを毎日言い聞かせた。あの子が腹をそらかせてるのが見て取れたがそれでも相変わらず返事はノーだった。だから待ちに待ち続けてからステーキをやったんだ。エージェントカーティス。冷凍庫に保管していたステーキのことですか？ POI-3001。ああ、それをあの子の腹の上に置いてな、食べても構わないと言ってあげたんだ。冷凍庫を持っててよかったよ、冷えたもんを乗せるから腹の感覚は鈍るし、肉はカチカチだからナイフが滑りやすくなる。俺はあのナイフがどれだけ鋭いか分かってた、ペテンみたいに聞こえるだろうが意地の悪いペテンじゃない。もしあの子が肉を切り始めたら、きっと自分の身体の匂いを嗅いですごく腹ペコになって美しさがいつまでも続くだろうなって思った。でもあの子は弱りすぎてて、ナイフをしっかり持つことができなかった。だから俺は手助けをしなきゃいけなかったんだ。エージェントカーティス。それで、一体何が？ POI-3001。俺はいつだって手助けをしてやらなきゃいけなかったんだ。一度もうまくいかなかったから、やりたくなかったが、そうしなきゃいけなかった。他に方法はなかった。それで、いつもその後に、ビハーの子たちの身体から抜け出していっちまったんだ。エージェントカーティス。これからあなたにいくつかの名前を尋ねます。カール、聞き覚えがあるかどうかを答えてください。いいですね。POI-3001。OK。エージェントカーティス。アディプムの目覚め。POI-3001。いや。エージェントカーティス。4。POI-3001。科学の？エージェントカーティス。いえ、人名です。イオンを知っていますか？ POI-3001。いや、妙な名前だな。エージェントカーティス。白王子の秘密教団。POI-3001。いや。エージェントカーティス。第五教会。POI-3001。いや。俺んとこは確かデビー、レーンにあるカトリック教会のはずだ。エージェントカーティス。トラオル。POI-3001。いや、そんな単語はない。またペテンにかける気か？エージェントカーティス。いいえ、カール、違います。私はただあなたがこれを知っているか否かを聞いているだけです。POI-3001。そんな言葉は実在しねえよ。エージェントカーティス。OK。では、エルド、はどうです？ユイ。ポリグラフ検査の結果、いかなる異常な接点や要注意団体の関与も確認されなかった。さらなる実験により、POI-3000EX と SCP-3000EX 指定物品はいずれも異常特性を全く有していないと結論付けられた。POI-3000EX は記憶処理を施され、タラント郡刑務所へと戻された。データを再保護。ソース。アーリントン、ボイス、新聞、3ページ。日付。1987年8月12日。見出し。殺人事件の裁判が破綻。昨日、
アーリントンの人食いをめぐる殺人事件裁判が、地区検事長の劇的な敗北という形で棄却された。容疑者のカール・フレイザー、38、は交友課から解放されたが、地区検事長は今後さらに告発を行うか否かを明らかにしなかった。フレイザー氏は、アーリントンの自宅から遺体で発見されたとされる青年男性3名を塩酸に殺害した容疑で告訴された。タラント郡警察のショーン・ダグラス巡査は法廷において、地下室で死体を発見した際の衝撃的な詳細を語り、それは満員の傍聴席が息を呑むほどの内容であった。しかしながら、彼の証言は、被告側弁護士のピーター・リドリーによる反対尋問において不調を呈した。リドリー氏はダグラス巡査に対し、フレイザー氏の家を捜索した状況に関する情報を求めて繰り返し事件の回想を求めた。そう告ぐ質問の中、ダグラス巡査は死体の発見直後から相当な期間の行動を記憶していないと認め、この混乱についての説明をつけることができなかった。リドリー氏はその後に警察の事件記録を提示し、フレイザー氏の逮捕から、凶器と疑われる物品やその他の証拠が押収されるまでに空白期間が生じていることを見せたが、ダグラス巡査はこれについても説明できなかった。ダグラス巡査は隠すようなことは何もないと強く断言した一方で、リドリー氏の訴える空白期間に犯行現場や証拠が改ざんされた可能性は排除できないことを認めた。この回答に続き、地区検事長は直ちに告訴撤回の許可を裁判官に求めた。法廷に騒ぎが持ち上がる中、裁判は中止され、フレイザー氏は解放された。裁判の後、フレイザー氏は特にコメントを出さなかった。リドリー氏は法廷の外に集まった報道陣に対し、彼のクライアントは訴訟で疲弊しているため、家に帰った後はプライバシーが守られることを望んでいるという短い声明を発表した。更新、1987年8月15日、記憶処理更新のための財団標準プロトコルは修正されました。倫理委員会は現在、SCP-3000-EX に関連する提言を審議中です。文書 EC-87-54 を参照してください。